これツイートできてるかな。意外だ。なんかね、立てるやつがほんなんか壊れて、なんか別のやつやったんだけど、なんかこの細いやつめっちゃ埋めちゃうの。どうすればいいのこれ、わかんなくてごめんなさい。急に壊れてガタンとか言って、助けて何これ、どうすればいいの。ちょっとさ変なの映っちゃうから、まあ、変なのないから大丈夫だけどもうね諦めてね、あ怖い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 、もう諦めちゃったよね。なんかやっぱ変だよね位置が。もういっかいっかこれ大丈夫だよね。なんか暗い、もうちょっと上からがいいけどちょっと待って、失敗するからやめとこ。ねえ斜めちゃったよ。ねえまた戻っちゃった。助けて、誰か助けに来て。どうすればいいのこれ。ごめんなさい、本当に本当にごめんなさいさ、初めなんかさ結構ね1時間前ぐらいにね準備が終わって、私にしては珍しく終わったから、まあ、ご飯を食べてね行ったわ。もうねダメだ。そう、それでご飯食べて、なんかねえ準備しようって思ってね来たのに、もうこれだよ。なんでなんで壊れちゃったのちょっと待って、これだけで時間潰れちゃうからちゃんとしよう。ちょっとダメだ。ちょっと今何時だ、今なんでちょっと私時計ね、部屋にあるね3つの時計全部壊れちゃってね、まあ、ただ電池がないだけなんだけど待って何分、45分、やばいやばいやばい。ちょっとどうすればいいの。あ、ちょっとマシになった。どうしようかな。そうね、チークとか何も塗ってなかった。チークだけ濡らしてフフ今さめっちゃさ自分の世界モードに入ってたよね。ごめんなさい本当に。お、どうしようとか言ってさ、なんか顔がなんか、あ、え、なんか今飛んできた、びっくりした。さっき毛布バーンってやったからあれが。最近小屋だ。ちょっと最近ね何かと忙しくてね、マッチでね全然やってない、びっくりするほど全然やってない。テスト期間並みにねやってなくてね、やばい、やりたいのに全然できてない。もう最近やばいな。そうだけど絶対なんかだけじゃない、でもね何を渡したか忘れちゃったけど早くやりたい。あ、じゃあそう、結局塗ってない。私さなんか最近チークの塗り方が分かんなくて、なんか今まで普通に塗ってたんだけどね、なんか塗り方分かんなくて、あれチークってどうやって塗るんだっけって思って、ね、そうアンコラとかもチーク塗らない派なんだよね。
ちょっとわかんない。鏡あーどこー。ちょっと今もね寒いからね、このねめっちゃ今このもっこもこのね、今めっちゃお気に入りのね、もうこれのために寝てるじゃない、何これを楽しみに寝てる、このね別にこれは柄が可愛いとかじゃないけど、もうあったかくて本当にあったかくて、下はなんかね、下さ夏と冬で裏表違うのにずっと夏用にしてて冷たいの、めっちゃ下が、早く帰ればいいのにって感じなんだけど、なんかツルツルがそれが気持ちよくて、なんか なぜか夏用のシートにしてこのあったかい毛布とこのマイメロちゃんのねなんかでかい布団みたいなやつで寝てる。なんかちっちゃい毛布が3つぐらいあるんだけど、それを1個は足元にして、もう1個はお腹の方にして、であともう1個はここ周りに毛布を、巻いて寝るみたいな感じ。ちょっと待って、そう結局チーク塗って、鏡消えた鏡が消えた鏡が消えた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 、たえ本当にどこ行った、あった、危ない危ない、怖いよ怖いよそう最近ねなんかショールームしたいなと思ってね、思っててね、もうずっと前からなんだけどね、だけどやっぱできなくて時間が、ごめんなさい本当に、待って笑っちゃう、ちょっと隠れていい、笑っちゃうから、どこに塗るのが正解なんだろうって最近思う、めっちゃ、あ全然塗ってなかったつけてないと意味ない。あ私のねあのチークはこの愛しのキャンメイクちゃんのなんかバーガンディみたいなやつ、何これ何だろう、何番か、あ9番みたいなやつ、なんかこのピンクのやつ、ちょっと大人っぽい感じにないやつにしてまーす謎の笑い、果たしてこれは正解なのか、あつけすぎたかも、まあ大丈夫、なんとかなる、なんとかなるさ、あそう、あそうなんかねこれに 色にしたのはね、そのね私よりもお小遣い絶対少ないのに、謎に私よりもお金持ちな、あ私のこのお財布いつももう1000円しか持ってませんみたいないやそれは嘘だけど、あでも今はそんぐらいかもしれないけどね、本当に私あったら使っちゃうみたいな感じだからダメなんだけど、なんか重い、そうだからねお金が一時期500円貯金してて1万とか2万とか止まったのに、そしたらなんかいっぱい買っちゃって雑貨とかだからそうねコスメとか買っちゃって、でもうそれも2日ぐらいで2万円なくなっちゃって、だから本当にもうダメなんだよね、あちょっと話が長くなっちゃった、そうそんなね妹、まあ私も誕生日プレゼントとかは結構、まあ、妹とかにあげてたんだけど、そしたらねなんかこの間、まあ、夕方からだけどちょっとね原宿に遊びに行った時があって、でその時になんかちょうど誕生日が近くて、そしたら誕生日プレゼントにね、あこれ前話したかもしんない、前話したかも、あれ前話したかも、私同じ話を何回もしちゃうの最近、脳がね悪いそうだから なんか何回前も話した、これ絶対話したけど嬉しくて話しちゃうけど、このねエチュードハウスのねこのねこの2700円とか3000円とか分かんないけどするようなやつをね買ってくれて、
そう、ああこれ鏡があるから無理なんだ。こここんな感じの、こんな感じのやつ。そう、大人っぽい色だからね。なんか私ピンクとかのアイシャドウしか持ってなかったから、なんか大人っぽいの欲しい。なんかこれのね、なんかピーチみたいなバージョンも持ってるの。それは初めて2700円ぐらいするやつを買ったものなんだけど、もう初めて2000、そう、初めて2000以上のコスメを買ったのがイチドハウス、あのピーチのこれ版のやつなんだけど、そう、それがめっちゃお気に入りで、とこれもなんかあのこれなんかそのお店に行ったら分かるんだけど、これの紹介してる女の人が写ってるんだけど、その女の人がすごく可愛くてただそれに惹かれてるだけなんだけど、すごい可愛いなと思って、その人がすごい。この目、じゃあその人がじゃなくて、その人がもなんだけど、そのなんかアイシャドウ色もすごい可愛いなって思って、そう買っちゃったよねそうそうそう、それでこれに合わせてなんか合うかな。なんか私今までこれになんかピンクっぽい、明るいピンクっぽいやつとかのチークをつけてたの。そしたらなんか全然合ってなくて、最初はなんか何気なくプププってつけてたんだけど、後から考えたら全然似合わないってなって、そうだからこのね、そう800円という安さの、そう今まではね400円ぐらいのね、シザンヌだっけ、そうやつを使ってたんだけど、ちょっとグレードアップしましたそうなんかシザンヌのやつと、あとファンの人からいただいたジルスチャットのあの四角いキラキラーのチークを、なんかそれはなんかね気分が上げたい時というかね、つけて、なんかもったいないから、そんなね毎日は使ってなくて、なんか普通に普段の時とかプライベートの時とかは安いやつを使うっていう謎のこだわりをしてなんかさ、デパコスとかになんか慣れちゃうとさ、絶対自分でもさ買うようになっちゃったらさ、お金がどんどんもっとなくなっちゃうから、何の話してんだろうそうだから、そう金銭感覚をねちゃんと保たないとって思って、そう安いのもちょっとお高めのやつもなんかいい感じに使ってるそう、まだ中学生、まだ高校生か、そうだからね、奥世界っていくらくらいなの、逆にいくらだと思いますか。私耳出すと耳が、私耳猿みたいなね、さ猿をねの悪口じゃなくて、なんか なんかねさ、なんかね上に上がってる、なんか上に上がってるっていうか、前のハッスルプレイスのシーン見たら、あれなんか耳だけめっちゃ存在感あるって思ってね。2万なんてもらえないよ。5000円4000円200円それはひどい1万円1000円、5000円、うん、やっぱ5000円ぐらい、そう5000円ぐらい、本当に5000円ぐらい高校生になったらもうちょっと上がるけど、そう、そう妹、そう年齢で決まってる、あのね年ずつにね1000円上がってるからね、そうだからそれとあの食費は別で、あ1万円、どこ行ってめっちゃ空いてるけど、でもそう1万円ぐらいで月を過ごしてるけど、私めっちゃ揺れるね、ちょっと私今ちょっとねシーツが、そうだからレッスンとか、私ペットボトルがツアーの練習とかだったら本当に2本楽勝で飲んじゃうから、3本ぐらい買うの、だからそれで300円プラスなんか他にゼリーとかおにぎりとかなんかそういうの買うから、
本当にお金がなくなっちゃうから、もうね月の最後にはもうメンバーにおねだりするしかなくて、本当にねそうちょっとねおねだりしてる。お金がない時ちょっと月に1回ぐらい1、2回ぐらい、はなちゃんは前2回ぐらいお願いしちゃった。はなちゃんだから私がなんかなんかいおいちゃんとかアンコールとかにも借金じゃないけどなんなちゃんとかにあるな。そうだからね私大きくなって自分でそのねなんだろう自分で働いてちゃんとねそのお金をちゃん自分でちゃんとコントロールできるようになったらね、そういつかメンバーになんか奢ってあげられたらいいなって思ってるけど、でもそれメンバー全員分だったら無理だ無理だけどでもねいつかねできたらいいな。そういうのちっちゃい時ちっちゃい時あいっぱい迷惑かけてごめんなさいってそうあんなね迷惑かけっぱなしの今もだけど迷惑かけっぱなしの私をね突き放さないで突き放さないで何だろうメンバー見てくれてメンバー見てくれてじゃあ面倒見てくれて違う何分かんないけどありがとうって親孝行みたいじゃん。でもまあ親孝行みたいな感じでねそうね私のお母さんにはね20歳になったらねマジで私本当に人にあほくろじゃん新しくほくろが生まれた。なんかちょっとあーなんかついてるなと思って今ってやってたけどなんか新しくほくろ誕生したんだけどあ見えなかった。これちょっと今ちょっとこうやってたら赤くなっちゃったけどほくろたなんねなんでこんなとこに2つこれは元からだけどさなんでここにできたびっくりしたあれって思ってさそうってたらさ急にできたんだけど、でこの間ここにもできたし、え？なんか手に急にできるようになったんだけどびっくり、びっくりした。ちょっと前髪1時間半ぐらい前に巻いたから、もうめっちゃ落ちちゃってた。全然確認してなかったよ。ちょっと見えなかった。恥ずかしいちょっと久々のショールームは緊張するのぞに高校生になったらねもっとないっぱいしたいですね。あ薄すぎ薄すぎたなんかなんかね前髪切ったら薄すぎてやばいってなっちゃって、あと触覚もなんかどんどん減ってっちゃうの。見てこの薄さなんかどっか行っちゃうの触覚が。こっちはちょうどいいくらいだけど何この薄さって感じでちょっと触れないでいただいてそう謎に減ってっちゃうの。だからそうなくなっちゃってる。触覚が反抗期そう眉毛ねもうなんか私今までマジで眉毛もう真っ黒って感じ本当についこの間までもう去年の12月、いや1月、今年入ってからもまだ真っ黒だったけどなんかね本当にそろそろツアーの神子さんの写真とか見てたら眉毛マジで真っ黒やんってなってなんか前髪薄くなったのにさらに強調されちゃってるからやばいってなって、そうなんかメンバーとかミユキさんに聞いてねなんかねなんかまずなんかこれでなんかエクセルのやつで
これはちょうど運よくね、なんかいつもはねちゃんと自分で買いなさいって言われるんだけど、その時ママの機嫌が良くてとか言っちゃうんだけど、なんか機嫌が良くてね、なんかねこれとあとケイトのさ眉毛のやつ、よくみんなさんが持ってるやつをと、あとなんだっけセザンヌのなんかなんとかライナーみたいななんとかライナーじゃ分かんないけど、なんかなんだろう、深く二重ライナーみたいなよく分かんないやつをとりあえず買ってもらってね。そう、自分でやったら絶対さ合計だったらもう2、3000いっちゃうから、もう買わないってなってたけどね、買ってもらえたからね、買ってもらえたから私最近本当にね自分で何話してるか分かんなくて、ずっとだったけど最近本当に自分がなんか改めて地頭が悪いんだなって思ってね、高校生になったら改善したい。そう、電車とか、そうこの間ねレッスンの時に時間を調べてたのね、なんか10時からだったからね、あじゃあ11時からだったかな、あ10、まあ、何でもいいや、11時半ぐらいに集合、あちょっと待って、危ない、マジ今個人情報めっちゃ出すとこだった、危ない、まあ11時半は大丈夫ぐらい集合だったんだけど、ガチで危ない、そう独り言をそうって言う、でも私部屋ではあんま独り言話さないけど、友達といる時に話しちゃう、たまに独り言そうね、あんま独り言言わないか、あ言うか、うん分かんないけど、まあね、あ何の話、そうやばい、本当に最近ね脳が悪くてすぐ何話してるか忘れちゃう、なんだっけ今何話して、ガチで何話したっけ、あれやばい、ちょっと本当に頭、ちょっと誰か教えて、本当にやばい、あ電車、そう11時半、そうね、まあ何時のね電車とかマジ言うとこだった、本当に危なかった、マジで本当に危ないちょっと本当に気をつけ、ちょっと考えてから話そう、それでそうそれで乗るわけじゃん、で私5回ぐらい調べてなんか変だなって思って、5回ぐらい調べて、あじゃあこれのね電車で行こうって思って、で安心して寝て、でその時間にちゃんと起きたの、その日は眠不足がまだ浅い時だったから頑張って起きれたんだけど、もう30分前ぐらいからずっと鳴らしまくって起きれたんだけど、だけどなんかで普通に電車乗るじゃん、でそしたら時間が、あれもう11時なんだけどって思って、11時、なんか電車11時過ぎてって、そうなんか普通にしてて、なんかあと何駅くらいかなとか思ってたらもう11時15分ぐらいで、えってなって、あれってなって、で11時半集合、あ違う11時半から始まるんだけど11時15分集合だったの、そうそれで、あれ集合時間じゃん、えなんで私今電車乗ってんのって思ったんだけど、だけどなんかいつもスクショするの、その電車のやつを、でえスクショして俺って思ったのに、なんか全然時間が違くて自分でもだって私語彙力ください、誰か本当にね
笑ってくれ。ちょっと待って、私さ、ちょっと本当にちょっと一回終わらせよ。まあ、とりあえずそれで遅刻をしてしまいましたっていう話なんだけど、まとめると、そう、それを言えばよかったんだけど、長々と話しすぎて、そう、時間は調べ間違えてしまうんだよね。5回ぐらい調べても、これは直したい、絶対に直したい。高校1年生になるまでには電車を調べるのを絶対に、もう1日5回は5回でも間違ったからダメじゃん。でも5回で大丈夫なはず、5回ぐらいちゃんと確認してから行くことと、まあ、高校生になったらそんなね、毎日行く学校にはどうしても行けないから、毎日行く学校ではないんだけど、そうだからちょっと暇な時間が増えるから、寝る時間も増えると思うから、寝不足を少しでも解消して朝絶対に起きるようになって、それで、でもマイペースなのは高校1年生では絶対に治らないから、高校3年生18歳ぐらいになるまでにはマイペースをちょっと直したいなって思います。うん、ちょっとね、マイペースなのは本当にね、でも治らない、じわじじ元がねマイペースだから治りにくいと思うけど、でも治すしかないから直さなきゃ。タワー、メイレイさん、ありがとうが懐かしく感じる。本当にダメや、ちょっと高校生になったら本当にねショールームをしたい。できるはずだから、テスト期間もね、そうだから、テスト期間いつか分かんないけど、あ、ちょっとやめとこうちょっと私いつの間にかさ、やばい個人情報出しそうになる。なんか口にね、ちょっとなんか口に入れ、大丈夫だった口になんかさ、この毛布ちゃんがついたかと思った。今充電しながらやってるから、ちょっとプッピー、なんか唇が薄いかもしれないに、ちょっと真面目に、ちょっと待って、やばい、真面目に話そう。ちょっとアップピーって言った、アップピーって言った、え、そう、アップピーって言った今なんかわらわらってきてるけど、わかんない、薄くていい、薄くていいなら、けど薄いちょっとだけ出しましたちょっと私上唇が薄い気がするんだよね、なんか口、そう、唇自体の上唇が薄い気がする。リップ教えて。私は最初にね、このそういただいたやつなんだけどね、ジェルチャートのなんかこのなんかね、なんかさ、この透明なやつ、この透明な色みたいな、ピンク、なんか薄いね、これでなんかめっちゃなんか他のやつと違って、なんかね、なんか何なんだ、普通のリップみたいな感じで、なんかちょっと色がつくっていう感じでね、なんかそれで、そう、そんな感じで、ちょっと色がつくっていう感じで、ちょっとスースーするみたいな感じで、
めっちゃねこれお気に入りで、しかも鏡がついているからね、今ねこれもうこれが今最小ポーチ、人生最あそうそうそう、イコラブ入った時が一番最小ポーチ、イコラブ入った時こんぐらい、このマジでこんぐらいだった。どうやって比べればいいの、本当にこれこのこれだった、あのイコラブ入りたての時のメイクポーチ、すごくない、これだよこれすごいよね、そう本当にすごいけど、今もこれ結構ちっちゃい方、本当に必要なものしか入れてなくて、だけど化粧下地だけは入らないから、あのケイトのやつ使ってるんだけど入らないからバッグのポッキに入れてるんだけど、どんどん落ちてきちゃうこれ、ちょっとこれね1時間もあったんだけど、ちょっとねすぐ服もね洗濯したてのやつを着ちゃったから、ここよくわからない、見せてポーチ、あこれもあれファンの方からいただいたやつ、私全部ファンの方だからいただいたやつみたいになっちゃうんだけど、そうでも本当にお気に入りなのがちょっとここ映っちゃう、このクレランスのねやつね、本当にマジでお気に入りでね、これ絶対にね毎日これを毎日つけてる、でボックスでもったいない気がするんだけど、あ量減ってる、待って量減ってるじゃん、量減ってるよね、え量減ってる、カナピー、そうこれ本当になんかね売るってなって、そうライブとか、あそうこれのねこっちの方も着てる、これあちょなんかデポコスさキラキラしてるから本当に映っちゃうよね、この周りが、このこれもディオールそもそものお気に入りのやつ、これもねここに塗るとキラキラーってなって、そう中央らへんに塗るとなんかぷっくりしてる感みたいな感じになって、そうそうマキシマイザーみたいなやつ、もうデポコスは本当に全部いただいたものみたいに、デポコス自分で買ったことないから本当にもういただくたびに本当にありがとうございますっていう感じで、ねアイシャドウ見せて、さっきも見せたけどこのエチュードハウスのなんかワインパーティーみたいなやつを使ってるよ、妹から笑ってるもう妹優しい、大好き、あマジで妹優しいと思う、今リビングにいるけど本当に優しい、妹がいてよかったって思う、そう遊びに行ってくれるし、最近まあよく家にいるだけで喧嘩するけど、そう洗面所とかにさいるとさなんかもうね喧嘩する、そんな喧嘩じゃないよ、喧嘩じゃないけどね早くしてよみたいな感じなんだけど、でもねそう3人兄弟、そう妹の方が大人っぽいかも、あいやでもめっちゃ永遠の小学5年生みたいな感じでね、精神年齢は本当に低いなって思うんだけど、でそうじゃないそうじゃない、でそうなんかあの弟となんかめっちゃ今言い方、私言い方がね変っていうか何ひどいよね、私違うんだよ、違うくてそういう意味じゃなくて、精神年齢はあでも高い、私が低い、いや私低い、あれなんか精神、なんか弟といる時は精神年齢が低くて私といる時は精神年齢が高いってことはめっちゃ高いじゃん、そしたらどっちにも合わせられる精神年齢ってことはめっちゃ精神年齢高いじゃん、大人ってことやんな、弟にも私結構ね家にいないことが多いからいつも弟とね戯れてるんだけどね、めっちゃ大人やん、
そうだ、今気づいた。いつもさ、リビング走り回ってるからせ、なんかね、ちょ、年齢いっちゃう、年齢いっちゃいそうだったけど、結構年近いから、私、妹は弟よりも私の方が年近いから、そうだから、それにしては子供だなって思ってたけど、身長も低いからね、そう子供だなって思ってたんだけど、今めっちゃ精神年齢高いんだってことに気づいた。私、年齢秘密？秘密なのかな、別に私は言っていいと思うんだけど、なんか特定されたら嫌だよね、妹とか弟とかかわいそうだよね。え、本当にアンコロぐらい、アンコロぐらい、マジで、あ、アンコロより1センチぐらいちっちゃいかなっていうのが妹だから、それで結構近いっていうから、俺アンコロと、アンコロよりちょっとちっちゃい、ほんとちっちゃい、アンコロこれだったらこれぐらい。え、聞いて、私ね、一昨日ぐらいなんか友達とみんなで保健室行って、ちょっと身長測りに行こうよって言って、測りに行ったんだけど、そしたらね、何センチだったと思うってなんか、ね、今言おうとしたのに、なんで何センチだったと、155.232、ちょっとくちゃって 155.2 ぐらいで、すごくない？ミミの子しちゃったよ。次はマイカちゃんの子すんだ、すごくない？伸びてよ、 155.2。 私常に寝不足だから身長絶対ね、私イコラボ入る前本当にマジで10時に寝て朝7時に起きますみたいな、超ね、あ、それ嘘だ、11時寝てた、10時ぐらい、10時半ぐらい寝てたから、めっちゃ健康だったからね。そう、お母さんもね、ちゃんと夜ご飯ちゃんとバランスよく考えてくれてる、だからめっちゃ本当にもう健康みたいな感じだったんだけど、え、本当にそうだったの、イクラブ入る前はね、本当にマジでちゃんと寝てた、9時間、8時間9時間寝すぎか、だけどね、私には睡眠が必要だからね、そんぐらいでちょうどよかったのかなと思うんだけど、絶対ね、そのままだったらね160いってたと思う、わかんないけどでも今はいつも12時は絶対越してる、1、え、なんか待って、え、なんかそこだけさ、なんか隙間あるんだけど、壁に謎に隙間があった、びっくりしたあ、地震じゃない、これね、いつこの紐をね、私がね揺らしちゃってるの、結構ピンピンに伸びてるの、これ今ギリギリだから、ちょっと私が移動しなきゃ、ちょっと伸び、これをね揺らしちゃうの、私がだから、これを揺らし、あー、ぶぶぶ、そう、揺らしちゃうから、さっきからこれいじっちゃうからね、ダメなの、ごめんなさい、最近ね、ごめんなさい言うたびに、あの学校でね、なんか TikTok でたまに流れてくるごめんなさいドステップみたいなやつをずっとやってて、私それを先生の前でちょっととあること、ちょっと言えないんだけど、とあることをしながらごめんなさいドステップみたいなやつをやって、なんかマジで面白すぎて、その日ずっとそれで思い出し笑いしてて、ずっと笑ってた、マジで面白い。でもあと2ヶ月でさ卒業なんだって思うと本当に悲しくなってくるマジで本当に面白い本当にやばい、マジ本当にやばい、あれはね言えないけどマジでやばかった、本当に笑った。そう、この間もさ、なんか最近放課後見てみんなちょっと残ってるの、ちょっと残ってで帰るみたいな感じしてるんだけど、そう、あー、ちょっとさ、あれだな、ちょっと規制がかかってしま
そう、なんかね、なんか一人、なんかね、5人、いつも5人でいるんだけど、なんか一人はなあ、あ、ちょっと、まあいや、でも一人はなんかとりあえず一人はめっちゃもうなんかマジで面白くて、もうなんか存在が面白いみたいな子で、でもう一人がめちゃめちゃ頭いいけどめっちゃ面白くて、なんかそうな感じで、でもう一人がなんかめっちゃ前髪こんなんか、あのこの間マイクちゃんとかサナちゃんがやつみたいなおでこ出してる感じのこんな感じのめっちゃおしゃれな子で、でもう一人がなんかちょっとおバカで、あと、じゃあ私、あのめっちゃ最初に言った面白い子と私以外の3人はマジでめっちゃ頭いいみたいな、もう何クラスの中でもまあ頭いい方かなみたいな感じの子で、その一番最初に言ったことは、私はちょっと本当に偏差値がマジで同じで、そうな感じなんだけど、そのね、一人おバカちゃんの子がなんかいつもなんか言うとなんか変なダジャレとかたまになんか本当にしょうもないなんか布団が吹っ飛んだみたいな感じのやつを、なんかその会話中に出てきたやつを急に抜き出して急にダジャレ言うとか、なんかなんとかなんとかみたいな感じで変な本当に変なことを言うので、それでそう言うとみんななんかこうやってやってその4人でこうやってやってなんか無視するみたいなやつをもう毎日やってるんだけど、そういおりちゃんみたいな、いやいおりちゃんとは違うな、なんかいおりちゃんとは違う、何が違うんだ、なんかいおりちゃんに天然性としてなんかほわーみたいな感じのを足した感じなんだけど、リサジーとも違うな、なんか変な子あはーみたいな、変ってか、そういう悪口じゃない、いやそういうとこもリサチのね、そういうところめっちゃ好きなんだけど、急にねいつも話してるとフッて言うのが好きなんだけど、私はそう、でもリサチとゆりちゃんとも違うんだけど、わかんない、まあいいや、そのあ待ってね、待って、また何話すか忘れちゃったよ、ちょっと病気、そろそろ病気だけど、そのまあね、あガチでないな、本当にちょっとさ、ちょっと病院、マジで病院行くしかないよこれは、え待って、本当にわざわざさ一人一人説明した、何を言おうとしたんだっけ、ちょっと病気、ちょっと誰か助けて、ちょっとさ初めてショールーム見る人とかさ今いるかもしんないけどさ、こんなにやばい配信今までなかったレベルにやばいんだけど、え？やばい、初めて来た、待って本当に、やばい、なんかごめんなさい、ラステップは覚えてんだけど、そこからどうやって繋がったか分かんない、まあいいやちょっとダメだね、ちょっとね、はじめまして、ちょっとごめんなさい、私こんな普段からこんなじゃないよ、普段はもっとちゃんとしてます、多分普段はもっとちゃんとしてるはずはじめましてめっちゃ多いじゃん、
待って、あ、間違ってブロックするから違うよ。私はスペシャルギフトを見たかったの。これ画面さ押すたびにさグワングワンって揺れちゃう。せゆかりちゃんハートありがとう、ももこちゃんもしゅんくんもゆらゆらちゃんもありがとう、リトルさんもありがとう、はるちゃんもしんちゃんもありがとう。ね、毎回さ人押しちゃってブロックみたいな押しそうになっちゃうんだけど、もいちゃんもありがとう、メイシーさんもタルルータさんもありがとう。待って、私ちょっとタワーが見つからないよ。え、タワー本当に見つかんない。あ、いとこんさん、いとこんさん、猫のありがとう、嬉しいよ。ちょっと手がうわん揺れちゃう、ちょっと待って、3本立ってるはずだよ、3本立ってくださってるよ。誰がくれたの。見つからない、見つからない、見つからない。ね、だからブロック押しそうになっちゃうからダメだよって。あれ、テラリングさん、テラリングさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、テラリングさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、嬉しいよ。もいちゃん、マロンさん、ハートありがとう、ハート。あ、マロンさん誰もらった、誰も坊主って何、なんかここにマークあるからちょっと変だったちょっとやめよう。あ、哲郎さんも、ザギザギさんもありがとう。コットさんもありがとう、しゅんくんもありがとう。よし、ちょっとコメント読んでいこうと思いました。ちょっとね、ファンの人とのコミュニケーションを大事にしないといけないので、勝手に私が一人でビラビラ話してもね、絶対ね面白くないと思うからね、ちゃんと話そうと思うよ。じゃあ質問をどうぞえ、しんちゃんもタワー、あれ待って、わかんない、え、あー、またブロックしちゃダメだよ、めっちゃ揺れちゃうけど許して。なんか言おうとしたけどやめちゃった、許して、なんとかって言おうとしたけど。あ、大きい街がタワーの壊れるの？え？しないよ、ブロック、なんかめっちゃブロックしてる人じゃみたいになってるけど、私ブロックしたことないよ。待って、ごめんなさい、違うよ。こう押しちゃうとね、ブロックみたいになっちゃうから、本当にね危なくなる、マジで本当に危ない、怖い。あ、コッペさん、コッペさんありがとう、ありがとう、コップさん、コップ、コップ、でも水注いでるよね、コップ。あと、さっき持ちくれた方って、誰の、さまやかちゃんプレゼントしたよ、加湿器みたいな、私とお揃いなんかね、ピンクのフォッファーってついてて、なんかもうちょっと大きいけど、こんぐらい、こんぐらいのやつをあげたよ。冬だしね、喉をね大事にしないとだからね。
あのフランフラーのやつ加湿器は。あ、キアラテレビの感想。さあ、ツアーのことについて。ちょっとだからもうそう、これピンクなの。あの300円これはあの3コインズで買ったやつ。そうね、ちょっとね、質問が多いのがラブライブ関係とね、ツアー関係なので、いやまずはね、ツアー関係はね、あとなんかさ、毛布があったかすぎてさ、ちょっとなんか痒くなってきた。ちょっと痒いとか言うときに書かない方がいいんだ。書かない書かない。おたげ、そう、私は福岡、じゃあ最初仙台で、そう仙台がおたげで、福岡がなんだっけ、フラフープで、名古屋が、名古屋が縄跳び、縄跳び二重跳びで、大阪がリンボーダンスで、東京がテーブルクロス引きだった。リンボーチャチャラチャ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 、リンボーみたいなネタあるよね。なんかギター弾いた人と、ギターじゃない、なんかウイレレみたいな、ウクレレウイレレみたいな、ちょっとギターが混ざった感じの、あれウイレレなのかな、わかんないわかんない、そんなねネタあるよね。まあいいや、ウクレレか、ウイレレって何、ウイレレゲームなんかウイレレってなんかゲーム、サッカー、そうサッカーのなんかあったよね、やったことないけど私ちょっと本当にウケる。そうだ、違うね、そうウクレレね、そうね、まあまあそれでリンボー、花ちゃんがね棒を持ってくれて、そこで私はこうやってやって、私立ちブリッジできるんだよどうでもいい話だけど、そう特技ね、でも立ちブリッジにしようとしたんだけど、なんか地味かなと思って長座体前屈にしたんだけど、長座体前屈の方が地味だったっていう。だからこれから立ちブリッジを特技、前まで私立ちブリッジは特技何にしてたんだっけ、多分ね、エコラブのオーディションのね特技にはね、ラブライブのダンスを真似することだ、ラブライブのダンスを踊ることみたいな、コピーして、ちょっとかゆいかゆいから、ちょっと毛布、毛布さよなら、ちょっと熱い、なんかさ、なんか足があってさ、ここめっちゃかゆくならん、こうなんだろう、ずっとあったまってるとこたつとかに入ってくると、かゆいかゆいかゆいそう撮った気がする。あとなんか書いてた、なんだっけ特技、何してたっけ、2つあった気がする、なんだっけな、あ、ゲーム、ゲーム音ゲーだっけ、わかんない、リズムゲーム、音ゲー、わかんない、ゲームが得意ですみたいな書いた気がするけど、今は超地味な長打体前屈とか書いてる、だって1位だったのもんね、特技じゃんねだってさ、特技なんだろうね、特技でもほんだって、はん、あのね、廊下に貼られるあのなんだっけ、なんか1年生2年生3年生と分かれてるやつで、それもその1年生の男女とか分かれてて、3年生の女子の長座体前屈で1位で、反復横跳びは、9位ぐらい、8位、9位ぐらいで、60何回だっけ、60回だっけ、そう30秒で60回反復横跳びできるんだし、今めっちゃ歴史みたいになったけどそうできるんだ、友なんか運動神経、私以外の友達その4人で、さっきの言った4人ね、リレーの選手のその4人がだから、なんかね、やだよね、私だけ運動神経悪い人一人入っちゃったみたいなそうマジでみんな押す早いから意味わからんよね。だからさ、リレーの選手の練習、私謎にね、
じゃあ私どこ行ったっけ、なんかしてたの、わかんないけど寂しかったよでもね、練習あの校庭でねちょっと練習つき合ってた、その私がねよーいドン言う係でそう応援してた補欠でもないから私もうだって8秒中間ぐらいの 50m 走のあれだから入れない、そう謎に私もねバトンの練習入ってたな、その後によーいドン言って最後に走って私が謎にゴールするっていうやつやってた、さあうん、そう最近さ私声低くなった気がして、なんか声低くなったなって思って、声変わりかな、わかんないけどね、なんか声低くなったよね、私低くなった気がするんだよね、わかんないけど低くないよ、成長期あの中も低くなるからね、え、そう、どこが、え、え、低くなったね、大人になったね、確かにそうかな、大人声になってきたね、高くして、え、とか言って、わかんない、どっちも来るからわかんない、私高い声はねなんかね勝手に出てくるからね、握手会とか私めっちゃね声高いやん、それねなんか作っ、なんか私さ声高くなったり低く、今は低いけど割とだけど握手会とかめっちゃ高くなってライブ中とか、なんでだろう、私勝手に声が変わっちゃう、あのお母さんの電話みたいなそうだからそう変わっちゃう、なんかそう変わっちゃうんだよね、だからそれ直したいけど直せないから、でもそういう声も好きって言ってくれる人がいるから、じゃあそのままでいいのかなっていう感じで、お母さんの電話さ、なんかなんとかしなさいよ、ああもしもしって言ってさ、ガチャガチャってさ、ちゃんと勉強したのみたいな、急に変わるみたいなやつね、あるよね、よくね、マジで変わるよね本当にそのねうしね、歌のレッスン前受けた時にね、なんか低い声私割と出るらしいよ、歌のなんかあーみたいなあー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 みたいな、あの低いやつからさダチャ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 みたいにやって、なんかそれで高い音、私高い音多分今の地声のままでなんかきっと君だとか歌ったら歌えない、私地声この声だったら多分歌えない、そう多分ね私ねライブだと声高くなっちゃうのは、高い声この声だと出せないから、声高くすると高い音も出るの、だからライブ中だと声高くなっちゃうのかなって思って、別にでもイラついはこの声で歌ってると思うんだよね、お前に合わせて生きてるわけじゃないんだよとかめっちゃ最近低いなって思うし、だから曲によって声が変わっちゃうっていう感じなんだけど、でもねそう、それは最近気づいた、で橋やりたいなとかめっちゃ高いじゃん、自分でも思うもん最近高いなって思って、だからライブとか私やりたいなって歌う時もな、うんそうだね、曲によって変わっちゃうよね、ズルズルだ、中間ぐらいの声中間ぐらいの声じゃない、わかんない、星やり遠いなと
お前に合わせての時間ぐらいの声。でもね、いらないツインテールが一番当てやすいかもしれない。なんか低い、やっぱ低い方が当てやすいのかね、わかんないけど。でも高い声も歌いやすいどっちやねんって感じ。どっちやねん。狭すぎるわ。私さ、ライブでさ、あそこ私マジで本当に一番苦手、ライブで苦手で、狭すぎるみたいな、超みたいななっちゃう時があって、最近はちゃんと息吸って、暗いこの街は、あ、暗い暗いこの檻はってちゃんと吸ってから歌ってるんだけど、なんかね、それで狭すぎる、あ、ちょっと音程ずれたけど、まあ、ルーってちゃんとずっと出せるようにね、頑張ってる最近は。だから本当に、あ、やばい、頑張らないとって思いながら、暗いこの檻はって歌ってる。ずっとね、そこ毎回緊張する。あと最近汚れても立ってるからね、緊張するで、そう、見てるだけ、見てるだけじゃーの時に走るのよ、そのつに手を引かれて。なんか前、手遅れコーションがトレンド入りした時に、なんかトップみたいなやつをちょちょちょって見てたの。わー、嬉しいって、私多分関係ないけどと思って見てたんだけど、そしたら、あの、あやカーディバル配信されてたから、多分その映像だったんだけど、汚れてって行くの見てるだけじゃーで走る後ろ姿が本当にダサすぎて、なんかここのキュアちゃんの走り方みたいな感じ、なんとかなんとかみたいな感じで書いちゃって、本当にやばくて、それそのうちも見てたらしくて、あとで練習しようって言ってたんだけど、まあ練習結局してなかったなっていう感じなんだけど、でもね、ちょっと後ろ向きながら走って、ちょっとこんな感じでやってるからね。そう、本当にあそこ恥ずかしかった。映像で改めて見るとさ、なんか恥ずかしくなった立ち位置間違えた、本当に恥ずかしい。なんかさ、最初さ、なんだっけ、最初部活かと思って、あ、違う、キアタスだと思って真ん中にいたの。そしたら、ノータがみたいな感じになってきて、もうね、そんでさ、超焦って、めっちゃシーンとしてるし、もうやばいと思って、本当にもうね、なんかもう、まあ、地面じゃ、地下、地面にもう穴があったらそこに入って、もううってしたいぐらい恥ずかしくて、じゃ、恥ずかしさじゃなくて申し訳なさが本当にありまくりだった。だっていくら分見たことない人もさ、いる中でさ、なんだこの人みたいなさ、思われちゃったらさ、本当に申し訳ないしさ、本当にどうしようっていう感じになっちゃって、本当に申し訳なすぎて、もうね、よかった。本当にね、ダメだよああいうの。私いつも瀬戸里さんと覚えてるのにさ、なんかあの時本当にどう忘れしちゃって、なんで忘れちゃったんだろう本当に恥ずかしかったねえ、動画見とくとかやめて、本当にダメ本当にダメ。待って、 What time is it? 待って、9000人見てるのも、え、やば、9000人目、このちょっとやばい情報が出てしまった、本当にやばい。あ、いつ、あ、もうあと15分でもう9時になっちゃう。あ、待って、ちょっとさ、今日早めに終わらせなきゃいけない。9時だとね、あれだからね、50分になったらじゃあ終わらします。8時50分、あ、ねえ、ごめんなさい、私今日さ、どうしようどうしようみたいな、やばいみたいな話しかしてなくて、せっかく久しぶりにショールームできるって思って、
楽しみにしてたのに全然ろくな話ができなくて本当に申し訳ないと思っておりまする、おりまする、います。本当に申し訳ない。待って、誰がタワーくれたか分かんなくなっちゃったよ。ダーリン、マメさん、マメさんありがとう。マメちゃん、マメさんって言っちゃった。マメちゃんありがとうあのアバターがマメなのが可愛いマメちゃんありがとう、本当にありがとう。頭上運転これ嘘そこでごめんなサイドステップこれさ大人数でやりたい。ごめんなサイドステップ、ごめんなサイドステップ、ごめんなサイドステップってさっていう動画を撮りたい。マジしょうもないけどあとね、え、それなって言うたびにあの「それな」って言ってて「チュ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 、それなそれなそれそれそれな、アタックの鏡それそれな」みたいなやつの人がいるの。それをそれな言うたびになんか最近思い出しちゃってたまに言っちゃうの。そしたらその私の友達のいつも変なこと言ってみんなに壊されるみたいにそれを歌うためにこうやってされるみたいなのをね最近。そう、ファイタ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 チャッ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 サイナーみたいな。そう、その人の TikTok 面白くてみたいな、なんかオタクあるあるみたいな。そう、多分ファンの人もね見たらめっちゃ共感するんじゃないかなって感じなんだけど、あ、そう、指原さんのツイートにもう一昨日昨日ぐらいのツイートになってた。あの Q なんだっけ Q なんとかさんなんだけど、サイナーなんか笑い方がみたいな、ちょっと下手だけど笑い方、そう、ケータラさん、そうケータラさん、そうそうそう、指原さんが載せてたよね。そう、その人、その人の歌があって、そう、それがね最近ずっと頭にいる一日一回歌ってる。やばい、めっちゃ今日声低い。なんだろう、めっちゃ低い。もう過去、多分過去一低いよ今日。ねね、あ、時間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 、やばいやばいやばい。ちょっとねあの時間をね、あ、スクショタイム、スクショタイム、ちょっと待って、やばいよやばいよやばいよ、待って待って待って、何のポーズがいいですか。みよん、あ、ちょっとやばいみよんだけど私はちょっとかわいい。クマ、クマ、あ、揺れる揺れるからちょっとあれだね。クマ、うん、ごめんなさい、ちょっと笑っちゃう、ごめんなさい、だってちょっとダサくなっちゃうくない、なこえなんかちょっと笑っちゃう、ちょっとさ本当に思い出し笑いしちゃうから本当に無理、本当に涙出てきそう、笑いすぎて、笑いこらえて涙出てこない、ちょっと本当に面白かったんだよ本当に。ごめんなさい、ちょっとやめよう、ごめんなさい、ダッサッペちょっとやめよう、あんたに本当に思い出し笑いしちゃうから本当にダメ、じゃあはい、ちょっとはい切り替えていこうマイメロン、マイメロン、マイメロン、シナモンだこれ、シナモン、シナモン、マイメロン分かんない、うさぎ、うさぎか